クロさん、ホイールが入ってます。大野お見送り、シュッ大成功。よろしくお願いします。永瀬静香です。5時間以内に出たな。1万発以上ギャルっぽい、ギャルっぽい。2人合わせて1万発。1万個。今度ちょっと見ないで。なんか調子悪いじゃん。そうですね、1個前ちょっとハマっちゃったんだね。だったら大移動したら1円パチンコの1パチの方打って、こっちに移動したらいいことですか。なんじゃこりゃこの動き。なに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 、やばい、やったー、7で揃った、来ました。本日2回目。だったら2回連続来たんだ、俺も2回連続来るよ。さあつけてやる、さあつけてやる。いやちょっと待ってよ、今俺のターンなのに。お、止まれ。オッケー、このためだね。クラスさせるよ、ダブルリッチや。しかも来い、 OK OK、 しかもキス来ちゃいましたね。エビがピチピチ踊ってましたよ。アートリーン、まあ多分この勢いだったら本当に一人で1万発出る勢いだから。かなり動いたよ。ただの、あ、なんか音がしたよね。当たった、本当に当たるんだけど、本当にずっと当たるんだけど俺。いや当たりすぎ。オッケー、当たんの本当に。やっぱ手術して正解だった。まず3回転、おー滑ってダブルリーチ。どうなるかな。うわー、バイブとともに出てきました強軍です。お綺麗ですね。5回、あ、ま、6、私と言われているアンコウの6です。よっしゃー、これで連続大当たりゲットでございます。今は3連続大当たりなんですけど、7を2回引いてるんで、もうね2000発出てますから、私乗ってますよ。最後、おおお、激しい、あー、ハイビスカスが光った。先にこれも初めてキスキス、ラスト1回転でエビの方でした。ゴーゴズ柄で大当たりです。いやー、すごいぞ。
勢いに乗っております。これで4回目。おお、赤い赤いぞ。あ、カウントダウン、カウントダウン、10、9、そして5で転敗、押します。おお、いやー光ってる光ってる、出ました。もう完璧よ、上のパトも怒って。音楽、楽曲が流れております。来ました、サムの声が出たんで、またもや7です。こんなことあります？3回ですよ、この当たりの中で。怖くなってきた、怖くなってきた。よっしゃー、しかもあんだけサムに甘えたい、甘えようってやってたじゃないですか、本当に出てきてくれるっていう。大当たり連続して5回引けてるんですよ、しかも5回中3回7じゃないですか。これをクロちゃんに報告すると、絶対俺が選んであげたからとか、もうなんたらこんたらで、もう俺が引きを分けてあげたとかいろいろ言うんですよ、絶対に。そういう人なんですよ、よく弾けたねとか言えないんですよ。あと生まれ変わった俺の運気をね、静香ちゃんにあげてんだけどね、本人がね、自分だってだと思い込んでね、調子乗ったらちょっと困るなと思うぐらいかな。俺が選んであげた台だから。今のところ FT で一回も当たってないからね、今回のやつは。ああだと思った今のはね。やばいね、これ止まんない。あー光った。っていうことはもう安心して見ときましょうか。こっちなのね。おお、オッケー。さあただいま、またもや6回連続あたりかな。いやめっちゃ当たる。7000発超えました。本当にマジで一人で行くんじゃないこれ。本当に来そう。ダブルリーチ。おお、いきなり揃った。もうびっくりさせ、そっからの、そっからのってことは本日3回目、とどまることを知らない。ノーフィアー。お、どうした急に。あ、ピンクバーボー出た。これからもう一回見たいって言ってたんですよ。お、逆回転した。なんじゃこりゃー。うわー、7点おるよ、7点。どうなるどうなる。もう何これ、面白すぎでしょ。どうなるの、どう来るの。そっちなんだ。そっちなんだ。え、今からこうグリグリしない。あ、6は6なんだ。7かと思っちゃった。私7で来ると思ってたもん。マスターダブルリーチでございます。カウントダウンスタート。9、8、
泡です。うわー、なんじゃこりゃ。おー、魚群に変わった。出てきたのは魚群でした。リードが回る回る回る、来るよ来るよ、みんな来るよ、止まるよ。よっしゃーい、やりました。綺麗ね、ハイビスカスの光がとてつもなく綺麗。なん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 と、これ7回目の大当たりです。ちょっと待って、これ2桁とかいったらどうしよう。10連続とか来たらどうしよう。緊張してきた、なんか勝手に緊張してきた。これで最後終わりです。抜けてしまいます。中野台に移動してきて引いた初当たりが7回連続で引くことができました。お時間です。あ、お時間、急にお時間実践終了ということでですね、まあ、最後にですね、奈良図柄も揃えることができたりとか、まあ楽しい場面がいっぱいあってよかったかなというところで実践終了したいと思います。お疲れ様でした。かなりいってるよ。え、なにこれ、逆回転。今度こそですね。びっくりした、今の移動しようとしてたじゃん。めっちゃ怖っ、びっくりした。びっくりした。ダブルデッチ、マモ、魚群来ました。魚群、圧倒的に魚群ですね。はい、当たりましたよ。これ変われ変われ変われ、変わらないか。当たっております。8回連続大当たり、ヒロガリン。さあどうだ、ここでラストカジマのクソ力。まあけどもうすぐ行くから、もうすぐ。さあ当てますよ、すぐに当てますよ。なんで時間、いやいや、まだあるでしょ。結果発表、静香どうだった？完全に呼び捨てなんですね、私のことは。あれだからね、クロちゃんじゃなくてなんか呼びたいことでいいよ。秋人だから。あ、いいんですか？秋人でもいいよ全然。黒川って呼んでいいですか？いやいや本名。逆にちょっと遠くなった気がするわそれ。呼び捨てなんかもう始終関係みたいになってんじゃん。黒川と静香で。黒川。何だった？近い。まだまだなんです。すいません、なんか。まだ、何、ウブな感じなんですか？いや、そういうことじゃなくて。まだじゃない。まだこの距離を縮めるにはちょっと今日一日じゃ足りなかったかなっていう感じですね。すいません。してるよね。してないんです。まあまあいいですよ全然。うん、まあ結果発表なんですけど、はい、打ってみてどうでした？めっちゃ楽しかったですね。久しぶりにこんなにワクワクドキドキできたっていうか。あんまりね、うん、当たり自体も私なかなか引けなかったりとかして、うん、1回も当たることなく終わることもあるんですけど。いやすごいよね。そうなんですよ、収録で1回も当てないとかもう地獄だからね。いやもうほんと楽しく当てることもできて、演出もいろいろ見れて大満足ですね、うん、すごいね。だけどね、1回転目で当てたのすごかったね。確かに本当に2019年の引きを全部使ったんじゃないかなってぐらいの持ってましたね。あれはだとすると今後のパチンコ人生大変なことになるけどね。そうですね、どれぐらいことになるんですか。それぐらい気持ちいい当たりを朝一引くことができましたね、うん、
じゃあ分かりました。じゃあ結果の方お願いします。はい、2台打ちまして合わせてですね、はい、なんと5234発出ました。すごいじゃん。すごいね。いや本当にすごいと思います。だって台移動するまではだって700発ぐらい600発ですね。でその後クロちゃんに選んでいただいて、うん、もうびっくり仰天72連続で当たったり、でトータルで7回連続当たりを引いて、うん、そのうち3回が7図柄当たりと。3回も引いたの？そうなんですよ。おーすごいね。濃厚な時間を過ごさせていただきましたね。いやよかった。いや本当にね、なんか、はい、せっかくゲストで来たのに負けてもらったら嫌だなと思っていや本当に頑張ってくれてよかったと思います。ありがとうございます。じゃあ私の方もいきますね、うん、僕の方は最終的に1台打ちまして最終的に9509玉でした。すごすぎる。いや一人でねミッション成功そうになったから、うん、いや本当にもう先帰ってても別にいいかなと思ったぐらい。それができないのがでもクロちゃんですよねやっぱり。あのね、いや本当にねあの9500発じゃない9600発とかだね、うん、クロでクロちゃんみたいにしたかったんだけどね可愛くねねえ、うん、だんだん分かってきました。どの瞬間に触ろうとするかだんだん読めてきた今日あ、ほんと？俺こんなもんじゃないよこんなもんじゃないこんなもんじゃないよ。まだ序の口ですか。これは序の口だって分かりやすく触ってるだけだからさ。あ、じゃあ分かりにくくスッてやってたりするんですね、うん、そうそう、だからキャーとか言われても俺もなんかへーみたいな感じあるからねキャーって言われてもへーって、うん、そう、なんかあったのみたいな。いやってことは待ってくださいよ。はい、何ですか。ってことはミッション的にだって1万発だったでしょ、はい、うん、全然だって1万5千発以上当ててますよね2人で。まあお互い、うん、クロちゃんは1台打ち切っていただいて、はい、でナナスさんは最後の台打っていただいて、うん、お互いにそれぞれ自分の設定どうだったと思いますか。台のでも結構打ち始めて、うん、100ゲーム以内ぐらいにポンって当たってそこから当たり ST 中もたくさん引けて、うん、時短に引き戻してってあったんで、そこだけ見ると本当に一番上とかあるのかなと思いながら打ってましたね。 6? でその前の人も結構ね当たり引いてたんで、うん、データ的にも良かったんで一番上があってもおかしくないのかなっていう感じでしたね。おー、ちなみにクロちゃんは、まあ、1台打ち切りましたけど、はい、すごく初めだけね、だから200以上ハマったのって初めだけなんですけど、うん、あとは1回150ぐらいかな、うん、まあハマったうちに入らないんだけど、入らないですね。もうあとはもう本当に100ゲーム以内で来てたはずなので、いや本当に設定ねすげえいいと思うの、いいと思うんだけど、ST 中のあたりがちょっと少なかったので、うんうんうん、僕はね6じゃなくて 5? 5と6の差がちょっとあるんですね。ちょっと待ってなんかごめんごめんごめん、ちょっとなんかもうなんだろう、いいじゃない、思ったならいいんじゃないですか。待ってこのみんなの表情を見ると多分ちょっと違うなと思うので気持ち的に、うん、やっぱ俺ね手術してから、うん、やっぱ日が良くなりすぎてるから、うん、ね、大当たりバンバン当たったんだけど、はい、ST 中に当たり引くことが少なかったので、うん、設定3。あ、なるほど。俺は設定3だと思う。自分の引き合いすぎた。ずっと言ってましたもんね、ST 中いけない、ST 中いけないって。そうそう、ね、いけなかったの、ね、うん、ST 中はいけなかったの、ね、そうですか、うんうん、次頑張りましょうね、うん、ね、風がこっち側来てるからさ、なんか匂い全然来ないねじゃあ匂い嗅ごうとしてたんですか、ね、全然来ないんだよねそれは新しく知った情報。はい、というわけで今回の実践ミッション内容が、はい、ちょっとすいません、今先気づいてちょっと訂正します。そうよね、これほら最新機種の、ね、本当だ、オープンで P ドラム海渡り in 沖縄って言うんだけど PA なの。すいませんでした、 A が抜けてたんですね。しかもちょっと待って、なんかもう書いたのバレバレじゃんこれ訂正して終わりということで今回ね、はい、戦ったのが PA ドラム海渡り in 沖縄を打って、はい、ね、出玉をね戦いましたけど、はい、じゃあ海渡りチャレンジ内容いってみますね。はい、こちらじゃじゃん、お姫様変身チャレンジ。よっ、え、どういうこと。制限時間内に2人で協力してクロちゃんがお姫様に変身できればクリア。はい、え、全然意味わかんない、どういうこと。いや、ちょっとまあひな祭りが近いということで、はい、クロちゃんにお姫様に変身。別に嫌じゃない嫌じゃない、嫌じゃないお姫様の嫌じゃない、いや嫌じゃないからちょっと、いや
いや普通に考えたら静香がいるじゃんって言おうと思ったけど、いや意外と俺女装好きだからさ。そうなんですな。 Twitter とかだって結構昔その女装とかしたやつを結構上げるの好きだから、何回も上げて毎回上げんなって怒られるぐらいだからお二人で七瀬さんがクロちゃんの着替えを手伝っていただいて、でゲーム難易度見ていただいて、はい、はいはいはい、ということで、こちらの方ね、実践ミッションの結果で、うん、うちらは出玉1万発以上の場合の方ですからね、はい、開けてみますよ。ゲーム難易度はこちら。あらあらやっちゃったやっちゃった。じゃじゃん、ちょっと待ってこれ俺悪くないよこれ。こっちからこっちからこっちから。じゃじゃんじゃん、はい、なんと3分以内で着替え。どんな服によってだよね、けどこの寒空の中着替えました。そうだよ寒いんだよここでやるの、ここでやるの、ここでやるんです。嘘でしょ、ここですよ。いやいや、ホールの中でやればいいじゃん。いや、お客さんもお邪魔になっちゃうんで、はい、じゃあ一緒に脱ごう。大丈夫大丈夫、クロちゃん分厚いから大丈夫やるよ、やろうやろう。ズボン脱ぐときにはちゃんとマイクフォローはちょっとやってください。本気ズボン脱ぐの。いやもういいよ、もう成功させる。今日だって1万発以上出すんだからさせるよ。手伝ってね、はい、しっかり、うん、新チャレンジスタート。はいはいはい、脱いで脱いで脱いで。寒っ、早く脱いで早く脱いで。うわ寒っ、うわ寒いじゃん、めっちゃ早く脱いで、めっちゃ寒っ寒っ寒っ。早く脱いで早く脱いで、それも脱いで早く脱いで。え、待って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 、ほんとに寒い。早く脱いで。あ、マイクつけてるから難しい。ちょっともうなんなんこれ早く早く早く、3分しかない、全然手伝わないじゃんこの子。早く早く、あー寒い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 。鳥肌すごい。マジこれマジなの、マジなのこれ。え、ズボンマジで脱ぐの。ちょっと助けてよ、脱がして脱がして。じゃあやだ、鳥肌がすごいですよ。カチンコチンかなって全然脱げないんだよ。早く危険だから。ピタッとしたタイプの寒い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 。早く早く、やだやだ、早く早く早く、気持ち悪い。じゃあマイクいいの、マイクいいの。早く早く、寒い、これ来ても、あ、寒い、めっちゃ寒い、本当寒い。早く早く早く、3分しかないから。寒い、マジ寒い。じゃあ早く取ってきて、早く取ってきて。寒い寒い寒い、なんだこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、全然助けないじゃん。寒い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 、早く早くしてよ。やだやだ、そんなことしてる場合じゃないでしょ。なんか大勢のプロレスラーの中が気分に面白かった。帰りましょう。ありがとうございました。
本当に寒い。